いいものだ。おい、今まで寝てたのに、数秒前まで寝てたのに、なんでいきなり本読み始めるんだよ。こいつこんなに縮まっちゃって、すごいことになってますね。お供え物がすごいですね。なあったな、レンターでーす。あれ、もう来た。あ、まあ、来たうちに入んないとね。朝食ができました。今日は、あ、お主人様美味しそうね、甘おういちごのソースアートホイップ、これまずに一口ください。ダメです、あげません。お主人とケチ。夫さん、お風呂掃除お疲れ様でした。何ですか、ちょっとやめてくださいよ。夫さんに質問のコーナーです。夫さんは身長が192センチと背が高いんですけれども、伸び始めたのはいつからですか。もう高校生の時には192センチあったんですか。身長なんて赤ちゃんの方が伸びてるんですけど、俺ずっと、おい、それが伸び始めるな、俺の方が一番。いや、だから周りとっては伸びてます。だからこの192に収まったのはいつなんですか。大学は卒業したそこから伸びたんですか。そこからそこまではもう止まっちゃったってことですか。うん。お父様も身長が高いように見えたんですけど、お父様は何センチあるんですか。180。え、お父様も180あるんですか。うん、ちょうど、うん、だそうです。夫さんに質問がある方はどしどしとご応募くださいませ。ダメだ、暑すぎる、扇風機持ってこないと。作品はこちらです。ひまわり。夫さん、今日もお仕事頑張ってください。なんか夫さんが冷房を入れてお仕事に行ってしまいました。これは私に対するサービスなんでしょうか。洗濯物が干せました。ただいまの気温31度です。9時ですが31度です。すでに暑いです。今日も36度まで上がります。
だんだん冬の歌を歌ってたら暖房に思えてきた。この暑さが暖房に思えてきた。今年最初の雪の春を二人寄り添って眺めて、なんか急に強風で目が開けれませんでした。なんか急に強風で目が開けられますね。あ、すごいな。なんかちょうど雨がポツッポツッと来て、ゴミ捨てに行ってきました。これあのお話もあったんですけど、昨日のお話じゃないお話もあったんですけど、作ります。今日はチンジャオロースを作ります。なんか下の方が焦げ目がついて美味しそうだったんでチェンジしました。ない、あ、こんだけしかない。ニラのおひたしを作ります。600ワットで3分。硬い、やっぱり2分にしました。めつゆ適当に、柚子胡椒入れとく。めつゆと柚子胡椒であえてます。夢の中ではありません。ちょっと画面が曇ってるだけです。はい、ニラのおひたしの完成です。ほうれん草もやっちゃいます。ツナ、マヨネーズ、ほうれん草とコーンとツナのマヨ味です。ほうがにんにく、なんかちょっと頭痛くて眠くてたまらないです。あの天気がめちゃくちゃ悪いですね。夕食ができました。今日はチンジャオロース、おろし、厚揚げにご飯、そして卵焼きにニラのおひたし、ほうれん草とコーンと、ツナのマヨネーズ和えです。では
ます。ただただ来ないようですけれども、チンジャオロースなのにビールキンキンしたらどういうことや。ビールキンキンなんて連絡来ませんでした。あ、でもチン、なかなかいいですよ。うん、うん、うまい。うんうん、これはいいわ、これはいいわ。大根おろしもすってたら、さあ今日はあっちで行きましょう。指もすっちゃいます。